親方空から謎の報道は、えらい勢いでガチューにしたで。はい、皆さんこんにちは。こんにちは。戦車を設計して戦うことができるスプロケット、今回はちょっと前に引き続き戦艦ヤマトに搭載していた兵器を作っていこうと思います。ヤマトシリーズ3回目やな。それで何作るん？これだね。三連機銃か。正しくは旧六式に15ミリ機銃というものだね。これ形状かなり難しいで。この曲線が上手に作れるか作れないか、今まで60回作ってきた技術をフルに使ってチャレンジしてみましょう。てかもうそんな回数になるんか。色は以前作ったヤマトの手法と合わせていきます。そして今回もサイズ感がわかるようにマウスの手法と身長160から170センチに合わせたゆかりちゃんを設置します。大きさが分かってええな。では砲台を作っていきます。今回用意したのは自作の32角柱から作った円柱です。砲台の直径は調べたところ4メートル程度あったみたいです。四方とか副方に比べるとかなり小さいな。車体も同じ形をコピペ。履帯は不要なので小さくしておきましょう。地面につければ砲台は完成。この頂点はどうするん？頂点数が多すぎると画面がカクカクになる問題が発生するので、極力頂点を削除する方法であらかじめ対策します。これは面を選択してバッサリと頂点を消す方法。縁の頂点をすべて選択して縮めて、M キーで結合するとこうなります。もう一つになった。今回車体とこの砲塔は別々の円柱で作ったのですが、今思えばわざわざ2つに分けて作る必要はなかったね。それで今作っているのは砲塔内部のくぼみ。ここんところか。資料ではもっと厚みがあったのですが、そんなことも知らずに極薄にしてるね。まあ隠れて見えんしええやろ。では砲塔というかシールドを作っていきましょう。大変なのはここからや。このシールドは四方を発射した時の爆風よけとして搭載していたそうです。そうこうやないんか。あと記載はなかったんだけど、例えば被弾時の破片被害を多少は抑える効果もあったかもしれないね。それでこのシールドの直径は3メートル60センチくらいありました。となると余剰分くらいのサイズ感なんやな。この縁までの高さは40センチくらいだね。周囲はもっこりさせて飾っておきましょう。これでシールドを作るベース部分は完成しました。それで最も難しいシールドの曲線をどう再現するのか。別のキューブ追加して作るんやろ。いつも形状が大きく異なる部分は別のキューブを組み合わせていたんだけど、今回は一つのキューブからほとんどの形状を作ったんだよね。なんで？理由としてはシールドを滑らかにしたかったことと、仮に1分の1ヤマトを作るとなると形状を読み込んで設置することが難しくなることかな。スプロケットは作った形状の保存機能があるんだけど、画面内の形状を右クリックでコピーペーストができなくて、50個のパーツを組み合わせた砲塔があったとしたら、50個のキューブを置いて読み出し、移動して設置を繰り返さないとダメなんだよね。それめちゃ面倒やん。ヤマちゃんにこの機銃めちゃたくさんついてるからね。それを見越して極力少ないパーツ数で作ることにしました。はい、後ろの画面ではシールドの形状が一応完成。高さは土台のところから170から80センチくらいだね。それで間違って作ってしまった爪のような部分を削除。この角の部分を滑らかに曲げていく必要があるんだけど、形状が崩壊するなどして失敗。4回目にして作り方を思いつきました。これ下書きか。難しい形はペイント機能を使って下書きするという方法。ヤマト砲でもしとったやつやな。あとはこの線が正しいことを信じて頂点を移動するだけ。こんな感じで合わせていきます。それっぽくできとるやん。細かいところは後から調整するとして面を作ります。先っちょ部分はニュッと前に伸ばしておきましょう。とりあえずこんな感じにできました。次に天板。実はヨマちゃんのこの機銃砲塔2つ種類あるってみんな知ってたかな。2つ。ヤマトミュージアムに展示してある大型模型はそうなってるんだけど、砲塔天板が尖ってるものと平らなものがあるんだよね。ほんまや。それとさっき作った曲面部分。あれ、ここも左のものは平らやん。それで合ってるかはわかんないんだけど、この左右の3つかな。1944年に追加されたものがぺったんこでした。てかなんで？直線的にすることで後期単色とかそういう理由もあったって紹介されていたね。確かに曲面が多いと難しい感じするからな。どっち作ろうか迷ったんだけど、せっかくなので難しい初期型を作っています。いつの間にかええ感じになっとるで。
りいろいろ触っていたらまた消えました。何してんねん。これね、右クリックすると消えるバグあるんだって。しゃあないので私みたいにふっくらもちもちした宝刀をまた作りました。なんて。また尺が長くなりそうなのでサクッと作っていきます。これは宝刀というか銃刀の前部分にあったへこみ。これは多分殻の薬莢を排出する構造かな。ニュッと開いておきましょう。次に作るのはこの部分。太い構造やな。いつもならパーツを組み合わせて作っているんだけど、今回は本体を加工して作ります。それっぽい形なったで。先っちょをさらに伸ばして初期型にします。これは内側にある2つの構造だね。本体の頂点の位置が合わないため、ここだけは別パーツで作ります。形は隣の曲線に合わせるだけなので、スプリットで辺を分割しながら加工。シュッと細くしたら、面が見えないように小さくしておきましょう。ええやない。はい、こんな形になりました。だんだん似てきたで。それでは方針を乗せていきましょう。25mm 三連装機銃を作るのはさすがに時間が取れないので、今回はこの丸いキューブに方針を乗せていきます。これシールドで隠れて見えんからな。方針はポイッと3つ乗せて、ネット上で見かけた銃方針の直径サイズに合わせて作っていきます。なんかおかしい。太すぎやろ。これね、もしかしたら半径と直径間違ってるかもしれないね。疑問を感じつつも搭載してみる。これ砲弾が出るところに比べて10倍くらい開きあるやろ。おかしいなと思いつつサイズを変更。まだでかすぎやで。この時は正確に作れてると思い込んでるからこのサイズなんだよね。この部分は最終的にもっと小さくしていますよ。はい、違和感を感じながらも機銃を完成させます。これ何や。現実では一つの砲身あたり毎分最大230発発射できたと記載があったので、その連射速度を出せるように一つの砲身に4つ束ねることにしました。前作った戦車と同じやり方か。重ね終わったら搭載。うまく発射できるか念のため試験します。砲身の動きは問題ないで。それでは行きましょう。ええやん。連射速度は一つの砲身あたり毎分140発くらいかな。これは実用上の連射速度と同じくらいだね。超無駄にしてん。では装飾というか残りの形状をつけて仕上げていきます。これは両脇のシャシと先輩主要のシールド。戦闘中は開いて戦う設計になっていたと思われるのですが、後からプレイする戦闘ではシールドとして機能するので閉じたままにします。ここに入った敵の砲弾が変に長弾するかもしれんからな。この部分もちょこっと修正。この砲身付近もシールドというかシャッターのようなものがついていたので作ってみました。模様はペイントで入れようと作ったのですが、見た目がいまいち。となると装甲板か。こういった直線状の模様はやっぱりこれがいいね。30分ほど時間をかけて入れ終わりました。結構かかるんやな。局面に入れないとダメだからね。あとはいつもの支柱。砲塔天板にもこんな装備がついていました。ワイヤーのような装飾を作って、天板部分にもついていた装飾をサクッと正面まで持ってきます。これ一本の装飾から作っとるんか。いつの間にかこういうこともできるようになったね。かなりそれっぽくなってきたで。背面にドアを設置して、控えめにリベットのような装飾を入れれば完成です。それでは完成した砲塔を見ていきましょう。重量41トン。41。もちろん理由は装甲。正面装甲は安心安全の 150mm にしました。これでも普通に抜かれることあるで。主砲は60口径 25mm 三連装機銃。使用する砲弾は全長 100mm 鉄鋼弾で貫通力は 33mm。砲塔そのものの製作時間は7時間くらいだね。人とのサイズ比較はこのくらい。比較的コンタクトやな。それでこのままでは動けないので、どうするん？どうするって戦車に乗せるしかないよね。これ前作った千早。親方空から謎の砲塔。えらい勢いでガチューにしたで。ということで、ヤマタ型の機銃を千葉に乗せて戦っていこうと思います。もちろん鉢巻きもついていますよ。無駄にこだわる東北ずんこ。それで砲塔の左についていた謎の構造。これなんや。形状は何種類かあるみたいなんだけど。あれかな？ほら、風向きとか計測する感じの。え？私なら指ペロペロして調べるけどね。ペロペロ。
どこまで指突っ込んでんねん。はい、盛り上がってきたところでゆかりちゃんを呼んで試合をしていきましょう。皆さんこんにちは。いつものように私は砲手やるから、ゆかりちゃんは状況報告、あかねちゃんはドライバーやってね。了解や。では戦闘開始。ゆるふわ軍事チャンネル。よいしょ。軍艦マーチとのアンバランス感がすごい。みんな行くよ。あかねちゃん発進。行くで。おう、普通に動いた。戦車本体とかエンジンは前作った設定のままなんだけどちゃんと動くね。でも明らかに重たい感じするで。ちなみに車体は13トン、砲塔を乗せた全体の重量は54トンだね。車体より3倍くらい重いものが上についとる。砲身の動きも問題ない。車体弱いからな、注意せんとあかんで。弱いところは隠しながら戦っていきましょう。敵さんが出てくるまでカット。はい、これが貴重な山ちゃん機銃の社長視点。一応ゆかりちゃん視点かな。11時の方向敵戦車。ちょっとバックするで。撃ち方始め。敵撃破できとる。全部冗談。ちょっと待って、ズンちゃんまた変な汗かいてきちゃった。とりあえず撃つしかないで。前段命中せず、味方を盾にしながら撃つよ。待て、これ貫通しとらんで。え、敵戦車撃破。いけるやん。おう、味方も攻撃しとるで。味方が敵戦車撃破。川みたいに装甲をかぶってるから攻撃するかどうか不安だったんだけど、続けて敵戦車撃破。奇跡的に攻撃してる。撃たなくなる条件がようわからんな。あっちょ、ちょ、味方のお尻に当たっとる。あらやだ。でも、なんかおかしい。何や。これね、敵が味方を完全無視してる。そういえばそうや。そして方向旋回は追いつかない。側面に命中。敵戦車撃破。というかうちらも狙われとらんで。11時の方向に敵戦車。めちゃこっち狙っとるで。撃破されました。待て、これどこや。続けて撃破されました。敵どこや。ひい、ツンコ右闇に。お茶碗持つ方かな。それ左や。あかん、軽く精神崩壊しとる。あいた。しっかりせえ。12時の方向敵戦車、距離300。これね、狙われたら一発で撃破されるね。敵戦車撃破。しかもズンちゃんらが塗った戦車だけ狙ってくる。いやらしい視聴者さんかな。敵は CPU を抱きます。ちょ、またか。正面丘の下に敵戦車。ズンちゃんやられると汗がすごいんだけど大丈夫だよね。敵戦車炎上。うん、大丈夫。ギリギリってない。それアウトや。続けて撃破。キャッハー。砲塔を貫通、撃破。第一波全滅。被害状況は味方というか残機数ゼロ。それじゃあ終戦車線やっていきます。 100% 無理やろ。はい、今日の終戦車ガチャは何かな。特殊や。多分このシナリオで一番弱い終戦車だね。これが抜けるかやな。非貫通。全部非貫通や。この角度だとどうかな。敵戦車炎上。なんか知らんけど撃破できとる。それでさっきから狙ってるんだけど、全然撃破できません。これ30ミリしか貫通力ないからな。丘の下から敵戦車接近中。ちょ、めちゃ近いところに来てる。これはまずい。フライン高速で鍛えた側面攻撃。おい、カットインが邪魔や。大きいスンちゃんみたいやね。これあかん。ちょっとバックするで。この角度だとどうかな。敵戦車炎上。12時の方向敵戦車。めちゃ狙われとるで。まあ落ち着け。方針突きつけられてはビビって話もできます。ということでこの戦車を用意しました。これお医者や。親方空から謎の報道は本日2回目。何作ってんねん。こういうことができる。これがスプロケットの最大の面白いところだよ。せっかくなのでデコっていきましょう。自分で用意した画像を使うとこんなデカールもつけれます。ゆかりちゃんをポイッと。あかねちゃんもつければ完成。うちや。超マガにしてん。はい、ここに幻の超中戦車とヤマトの三連装機銃を乗せた謎の戦車が誕生しました。ちなみに乗員の都合でこの副砲は使えません。ちょっと省略して中戦車戦から始めていくよ。というか攻撃力は変わっとらんやろこれ。この戦車は何かな。多分フィーバーワン。ちょっとアカネちゃんパック。ティ
ガーとかどうやって撃破するんや。味方戦車が敵戦車撃破。え、いけるでこれ。全然ポケモンさ、普通に考えて無理やろ。とりあえず隠れて引きつけるしかない。味方が敵戦車撃破。どういうこと？CPU の射撃精度以上やからな。どっか抜けるところがあるかもしれん。敵戦車炎上。やっぱり。これにさっきからカットしてるけどめちゃ撃ってるからね。どこで撃破しているのかフルで見るよ。後頭はちゃうな。味方が斜め前から攻撃開始。ちょっと前出るで。なぜか燃料タンク爆発。こんな感じで本当に抜けない。中央の白い丸枠がだんだん色になると貫通してとかの表示なんだけど、さっきからそれがない。敵戦車炎上。ちょっとスローでリプレイ。あれ、これターレットリングやない？その可能性はあるね。もちろん戦闘中はターレットリングに当たったなんて全く気づいていません。確かこの部分の厚さも設定できるんやな。敵戦車撃破。撃破できると分かればやるしかない。ちなみに外から射撃の様子を見るとこんな感じ。普通に水平発射や。しかも横ばっちりだ。これが山ちゃんにはたくさんついていたんだよ。敵戦車炎上。余裕ですね。敵さんは突っ込んできてくれないのでこっちから行くよ。開いた。あれ、あやられるたびにそれやるんか。次赤根ちゃんも回してみる。もっと破れると思うけど。アホなこと言うな。それでこれが敵の砲弾が当たった時の様子なんだけど、形状が複雑なこともあってあんまり良くないね。手前の柵にも当たって何回も挑弾しとるんか。この柵も貫通されるとダメージが入るから注意が必要だね。画面が戻って、これがさっき側面から撃ち抜いた敵さん。そのまま背面に移動かな。お尻に寸胴を落とすね。薄いタンク爆発。これはひどい。敵戦車撃破。というか弾が残り少なくて遊んでる暇がない。あとどんだけ。31発と装填済みの8発。え、何発積んできたん。切りよく1000発に決まってるじゃん。無駄撃ちしすぎやろ。ゆかりちゃん、あと何両。敵戦車残り多分2両。これ無理や。大丈夫、弾なくなったらラムアタックで自爆するからね。逃げる準備。ゆかりちゃんのシートベルトは専用の工具ないと外れないよ。ウイカ、このまま前進、背面に回り込む感じでやるしかない。危なすぎやろ。敵が撃ったらチャンス。なんや、その噛まれたらチャンス的なノリは。撃ち方始め。敵も撃っとる。やられる前にやれば問題ない。敵戦車撃破。やりました。弾残り装填分8発だけ。これもう体当たりしかないやん。それでさっきから残りの敵さん探してるんだけど、また残り1両が見つからないバグに遭遇したのでここで終了だね。残念。その笑顔はなんや。ではエンディングに入りましょう。ゆるふわ軍事チャンネル。はい、戻ってきました。戦艦ヤマトに搭載していたシールド付きの三連機銃はどうだったかな。装甲として搭載はしとらんかったみたいやけど、それは置いといて機銃でも敵戦車倒せてよかったな。この貫通力はあくまでゲーム内のもので実際とは違うんだけど、面白い戦車作れてよかったね。これでヤマトの主砲と副砲、そして機銃を作ることができました。次は何を作るのか想像しながら待っていてくださいね。最後までご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは軍事に関する興味深い内容からゲーム実況を多く投稿しています。今回の動画が面白かったと思った方はぜひチャンネル登録してくださいね。では次回の動画でお会いしましょう。またね。またな。